はい、どうもティティです。いやー、人のブランド名使ってボロ儲けして、人のブランド名で人勝手に集まってボロ儲けして、ということで回転コンビニ日記やっていきたいと思います。カイロソフトさんのゲームですね。まあでもこっちどっちかって言ったら俺がブランドを作る方なのかなそこに巡ってきたどういうこと、俺がフランチャイズさせる側なのかもしれんけどな。行ってみよう。こっち、はい。まずは制服とコンビニの色、名前を決めましょう。はいはいはい。スーツみたいなのもあるけどな。いや、ここはあえてオレンジで、ブルー、イエロー、オレンジ、いや、オレンジでいこうか。コンビニ名、はい、決めました。やっぱりそのコンビニって何が一番リスクでかいかって言ったら、やっぱ弁当の廃棄とかっていうのよく聞くじゃない。だそういうのはもうセールでうちは売ってくコンビニでやっていこうと思います。出店場所、のどかな村。うわ、これ何個かあるパターンのやつか。のどかな村にするか。定型9分の0、出現するお客さん、なんか誰か、あ、これ子供か。費用5万、10万、まあ5万からいこう。初めての経営する人におすすめの土地。目標年間売上50万以上。年間売上50万いかなかったら人件費出てないのよねえ年間でしょ。こいつらに1万ずつ払ったって12万かかるのよ。4人払ったら48万かかるのよ。紺のビニーコ、こんにちは、オーナー。本日より廃棄やセールのマネージャーを務めます紺のビニーコと申します。どうぞよろしくお願いします。お願いします。へそくり持ってんでしょ、どうせ。知ってんだからね。倒産寸前だったこの店を買い取り、全国展開を目指すという熱い気持ちに心打たれましたそうなのよ。やっぱ倒産寸前の安い土地を買って全国展開、一番やりやすいんじゃないかなっていうところで狙ってますから、これから一緒に頑張りましょう。よし、頑張ろう。新装開店、廃棄はセール。町にお店が誕生しました。安定した経営をして年間50万の売り上げを目指しましょう。早速空きの棚があるので商品を並べてみましょう。年間50万で今50万しか持ってねえんだ。はい、これで、あー、並べれるんだ。なになに、なに、カイロソフトさん得意の、あー、矢印出てるわ。はい、で何置くか。これ何、醤油ラーメンレベル0、費用2万、2万かかんの。これでもガンガン並べた方がいいってことでしょ。これ何、飴、パン、ちょっとなんかまとまりないけど大丈夫。パン110円なの、これ値段変えれないの。ちょっと安いな、ちょっと安いな。その他もある、消しゴム、文房具とかもこう並べちゃう、洗剤とか。オーナー、新しい専門ラック発見しました。価格や魅力がプラスされ、売上アップ間違いなしだと思います。惚れ惚れしちゃいますね。あ、いいもの同士、あ、そういうのあんだ。はあ、あ、いいもの並べるとこうやってプラス1みたいなつくってこと。9万800円で完成、まあ、やってみるか。いいかもつってるしね。はい、なかなかいい棚が作れましたね。売上アップが期待できそうです。商品が無事に配置できました。これで買い物ができますね。ですがまだまだ商品も棚の種類も少ないですね。バックヤードに眠っていたこちらいかがでしょう。新しく冷蔵庫小を設置できるようになりました。メニューの改装は冷蔵庫を設置しましょう。っていうかさ、商品こんだけで大丈夫なの。今のところ全然少ないけど、待って、これがレジね。これがレジで、これ入り口ってこと？ん？入り口ここ？これ何？裏とかあんの？まあ、じゃあ冷蔵庫はこの辺置くか。はい、冷蔵庫ね。まあお茶水は必要でしょう。あ、商品に合わせた素敵な棚になりましたね。専用の棚になったことで魅力も高まったみたい。でもそりゃそうだよ。これ何？日の丸弁当。あ、弁当ね。まあ、ここにプリン置いて、
あ、そういうことか。ちょ、外して。キャンセル。じゃあ、ちょっと待って。ちょっと待って。置きたい。冷蔵庫ができたことでお客さん入店したい気持ちが高まってるんですよ。いや、何も置いてないね。空なのよ。空なのよ。またここに、この専用棚。この飲み物の専用棚みたいにした方がいいってことでしょ？これでいくわ。はい。弁当とかはもう置かない。廃棄はセールだけど、廃棄したくないから。いらっしゃいませ。初めてお客さんが来店した証。上司を先生と呼びがち。上司を先生と呼ばなくない？先生をお母さんとかお父さんって呼ぶのはあるけど。ん？のどかな村。話を聞く。あ、夢を聞く。名付ける。どういうこと？新社会人。まあ、夢聞こうか。綺麗にできるものが欲しい。ふかふかのパンが食べたい。お弁当に嬉しいおにぎりが欲しい。お弁当が欲しい。この全ての夢を叶えていったら満足してくれるの？新社会人。あ、名付けれるの？はい、名付けました。飲み会は残業ですか？が初来店ですね。まあ今時の若者はね、飲み会も仕事で行く、仕事みたいなもんじゃないですかみたいな、そういうとこあると思うんで、そういう子で行きたいと思います。 OK。 で、飲み会残業来る。おや、早くもお客さん来てくれました。どの商品が購入されるかドキドキしますね。ちょっと棚さ、冷蔵庫の棚俺もうちょっと増やしたい。常温棚、冷蔵庫、あ、めっちゃあるんじゃん。設備、植林、あ、植木、コピー機、あ、レジ、天蓋、上り、なるほどね。まあ、冷蔵庫も1個増やそう。で、これ専用棚みたいな、なる？ならないんだ。じゃあプリンも置こう。食品、なな、今なんか出たな。まあいいわ。はい。あ、新卒会社員。同じようなやつ来たな。やっぱちょっとさっきのやつなんだっけ、新社会人か。新社会人と新卒会社員って何が違うの？お風呂で歌うのが趣味です。君の夢は、夢って何？コンビニに夢持ってきてんのこいつら。食べたことないの？冷凍された丸いものが食べたいとか。ちょ、名付けるのやめてっか。ちょっとわからんくなっちゃうな。飲み会は残業ですか？さんの夢がかなった。いや、やっぱ名付けようかな。面白いな。かわいいな。まだオープンしたてだから、これからに期待してますね。飲み会残業ですかさん。む、まだご満足はいただけませんでした。これから商品や設備を充実させて、お客さんにご納得いただけるようにしていきましょう。そういえば、倉庫に眠っていた設備を渡しますね。買い物かご。なるほどね。店内用ゴミ箱。設備を設置しましょう。あ、あと必要な電球マークも渡しますね。20個もらいました。ちょっと一旦ボリューム、これでもボリュームそうでもないか。なんかカエルソースさんにしてはちょっと静かめか。敏腕レディーが初来店。敏腕レディーにポテチはお箸で食べる派です。これね、俺も最近ポテチは お箸で食べる派なんだよね。最近っていうか、まあ、あんま食べないんだけど、ポテトチップス自体をね。食べるとしたら箸で食べるな俺。こうやってなんかゲーム、まあ今はこのゲーム実況をしてやることが多いからあれだけど、前まではゲームして流れやったりすると、やっぱマウス持ったりコントローラー持ったりするのね。どうでもいいわ。行くよ。名付けるよ。やっぱ名付けていくよ。敏腕レディね。はい、行きました。まあ、敏腕レディなので、もう男より仕事に夢あるが初来店ですね。もう男探す時間あるんだったら仕事してた方が私の将来性夢ありますよっていう敏腕レディ。休憩します？え、あ、ここ休憩スペースなんだ。休憩されたらちょっと店員いないけど。あ、なにこれ、ログハウス？これどこ？すごいとこでオープンしたな。北海道かな。北海道だよね。だいたい、まあみんな来たことあるかどうかわからないけど、北海道ってだいたいこういう家だからね。この木の家でだいたい家建ってるから。で、周りもね、だいたいこうやって森。コンビニ通信最新号が届きました。新入りコンビニ。コンビニ業界に廃棄アセールが新たにオープンしました。早速調査をするべく向かうと、店員さんが取材に応じてくれました。今はオープンしたての小さなコンビニですが、いずれは全国展開を目指しますとサングラスをかけたくなるくらい輝いた目で夢を語ってくれました。オープンしたての廃棄アセールに期待が高まるばかり。これからどんな発展を遂げていくのか、サングラスをかけ続け
サングラスをかけて図工を待ちます。コンビニ通信15号も楽しみ。最近眩しくなってきてサングラス欲しくなってくるよね。やっぱ昔より日差しもやっぱなんか強い感じするからね、サングラス欲しいよね。でまあ北海道の話、あー間違った、あー何何ちょっと待って、バーって飛ばしちゃったよ今。この駄菓子屋さん来た？お菓子も好きです。食べることはやめられませんね。なるほどね。飲み会は残業ですか？男より仕事に夢がある。なるほど。ちょっと待ってよ、情報でなんかさ、これカエル操作のゲームなんだけど、なんかちょっといつもと違う。音楽のなんかボリュームの大きさもすごい静かだし、なんか変わってんな。オーナー、これからお店を発展させていくためにはと3日3晩寝ずに案を考えていたところ、我こそは廃棄屋セールの力になりたいという方から連絡が来たのでご紹介いたしますね。まずはこの方、池袋、池袋みたいなの出てきたな。こんにちは。あなたがオーナーさんですね。あ、緊張してる？俺に緊張してるかな。近くにコンビニができて助かってます。本が買えればもっといいなと思ってまして、実はお店に置けそうな本棚をお渡しできるかもしれません。よかったらご連絡ください。あ、働くとかじゃなくて。交渉内容が増えました。小型の本棚の取得、本棚をお渡しできるかも。ぜひお声掛けください。商品開発部、はじめまして。私はコンビニ商品を開発している研究所の者です。コンビニの人気工場には品揃えの充実が一番です。よろしければ特別に私たちのノウハウを教えてあげてもいいですよ。ただで、もしご興味がおありでしたらご連絡ください。新商品開発交渉しましょう。あ、行動できる、連携交渉。え、金かかるの？本棚とかいるかな。まあね、北海道ってやっぱり、まあ見てくれればわかると思うけど、やっぱ Wi-Fi とかないんですよ、北海道って。基本的にね、こういうとこなんで電波ないので、やっぱ娯楽本しかないから。ごめんください、最近話題のお店と伺いました。お店が混み始めて店員を増やしたいなというニーズに弊社はお答えできると思っています。ケアアドバイザー、興味がありましたらご連絡くださいね。まあなんかこの新しい新規で会社を起こしたところにこういういろんな営業の電話って来がちだよね。みんなもう狙ってくるんだろうな。店員さんお探しの場合はぜひ声かけ。おや、評判が上がり始めてレジが混み合ってきましたね。そろそろ店員さんの増員も考えておくかもしれませんね。あ、確かに混んでる混んでる。ちょっと待って、まず経営で地域、あ、見れる、営業中、あ、出店増やせるんだ。まあそうだね、コンビニっていうんだから全国展開目指したいよな。今休憩するの？ちょっと待って、今休憩するの？レジいるよ。これはちょっと店員必要だわ。設備増えてる。あ、買い物ここ、あー、そっか、あ、これがポイントで買えれるんだ。こちらの設備は店内に設置しましょう。ゴミ箱置いてみるか。じゃあまあここら辺だな。うん、はい、ゴミ箱入り口間近ね。家庭用ゴミの持ち運びは禁止しますよ、うち。よし、こんなもんか。で、行動でちょっと連携交渉で、いや、まず人増やしたいな俺。はい、店員さんの私の場合はぜひお声掛けください。ん、交渉方法選ぶ選ぶ、何これ3分の 1？ これ、え、これん、どれだ、どういうこと、電話、ああーなるほど、選ぶってことか。あ、ちょっと待って、じゃあまず金かけたくない。チャットからの電話して、チャットで募集します、で電話でどうですかからの手紙。まあ、北海道ね、やっぱね Wi-Fi ないからチャットとかできないし、電話線もね繋がってないんで、手紙で行くしかないね。郵便局遠いけどね。頼むぞ。どう？ふむふむ、電話、ふむふむ、90杯行ったら行くんじゃない。まずまずでした。成功、来た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 、わかりました。
これで経営の幅も広がるでしょう。さらなる発展をお祈りしています。あ、これ深夜料金かかってるってこと？そんなのいらねえな。あ、時間ごとに店員を割り振りましょう。どういうこと？契約できる候補が何人かいらっしゃいません？当面は時間ごとに 1,2 年体制で経営しても大丈夫だと思いますよ。お金に気をつけて何人か雇ってみましょう。あー、なるほど。0から5時。あー、ちょっと待ってよ。なるほどね。やっぱ忙しい時間帯って何時？コンビニって。やっぱ夜か、仕事終わりに買い物に来る。まあ、フリーターでいいか、安いやつ。大学生、契約金90万もすんの？おおほほほ。どういうことよ。はい、2人入ったね。2人ずつ入れてくか。じゃ今13時でもうちょっと1人足りないから、あ、もう1人フリーター、いや、こっちのフリーター高えな。学生入れてくか。昼間だけど大丈夫。以前デパートで働いてたんでレジの早打ちが得意です。よろしくお願いします。新しい店員が増えました。 OK。 12時から17時のシフトを学生さんにお願いします。うん、これでいこう。交渉の際に 100% を達成したことでこちらもいただきました。2ポイント。これ何、これ何ポイント。無事に提携が完了しました。今後もさまざまな力を借りていきましょう。メダルを手に入れましたね。店員を選択するとなんとレベルアップに使えますよ。さらにあるお店で買い取りを行っているという噂があります。大事に使っていきましょう。パンプキン紹介かな。ちょっとおや、ハイキャーセールには店内用ゴミ箱がありますね。あるよ。みんなゴミを少し落としにくくなったと話をしていました。あとこちらを差し上げます。来た来た。ゴミ箱置いてるからね。ちょっと2人いるんだからちゃんとレジやって、稼いでよ。まあ最悪お金なくなっても、あれ1人来てないけど、あ、いるいるいる。寝てるこいつら仕事中寝てる。おお、首かあ、品出ししてるね。ちょっと待って、他の提携するか。じゃあ新商品開発しよう。まあてか待って、まずこの段階って金かけなくてもいいんじゃない。 93% あるんでしょ。チャットで何とかな。チャットないけどね、北海道だと。どう、97 98 99。1個失敗あるね。あ、ボタン押すの成功。おもてなしありがとうございました。すでに準備は済ませています。それでは開発頑張ってくださいね。やりましたね。新商品を開発できるようになりました。必要な電球を用意したのでこちらを使って開発しましょう。あー、なるほど。まあでも俺飲み物ドリンク棚作ったからドリンクいくか。飲料水を研究します。缶コーヒーにミルクティージュースなんかもひらめくかも。いいじゃん。あー、なるほどね。いや、飲料水でいって。はい、約2時間かかります。これね、リアルタイムの2時間じゃないな。こっちのゲーム内の2時間大丈夫だな。あ、これ全部できんの。あ、できんじゃん。日用品もじゃあやって。日用品を研究します。文房具や洗剤、シャンプー、消耗品をひらめくかも。いっていっていって。4時間かかります。食品は？これ何？おにぎり、お弁当、カップ麺。あ、なんかおにぎり欲しいって言ってるやつ見たな。3時間、一緒行け。3つまでできんのかな？よく分からんけど。本棚置く？あんまり本棚の需要、まあでもな、娯楽がそれしかないからな。仕方ないね。北海道のコンビニを意識してるからこっちは。まず99。失敗見てから。失敗、これ100個並んでんのか。これ本当に100個並んでそうだな。失敗見てから押そう。失敗来い。100個待たん経験。あ、来た。 OK。 運いいですね。熱い思いが伝わってきた気がします。そう、全然お金かけてないけど。約束の本棚です。どうぞ。本棚、ちょ、本置いてみる。本なんて C あんのか。本棚、はい。
本棚どこに置こうかな。まあ、コピー機の横みたいなイメージあるか。やっぱりこれコピー機だよな。はい。お、これ何、グルメ雑誌、写真集、パパゾンカード。え、18万もするの。稼げばいい、稼げばいいよ。ハイキャーセールでもカード類が販売されるようになりました。稼げ、ちょっと3万5000しかない。まあでもビニーコちゃんの多分お金くれるから。本棚ができたことでお客さんの入店したい気持ちが高まってるですよ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。休憩します。ちょ、お前ずっとそこで品出ししてんな。評判30まで上がってるよ。ちょ、2人いるんだからさ、レジ打ってあげて。わ、めっちゃ買い物してる。男子学生、水あるよ。あ、お、プリンもある。いいね、いいね、夢叶いやすい。名付けるか、男子学生ね。はい、できました。中二病中ですが、初来店ですね。中二病ですね。プリンに目がない。悪魔の組織と戦うためにプリンで変身するんだよな。あ、ハイキャーセールには気になっていたプリンが並んでいますね。注目度が高まり来店がよろしいぞ。おめでとうございます。ハイキャーセールがランク1になりました。あ、しかもランクアップも勝手にするパターンだ。ほっほっほ、こんにちは。いつもの会長でできた。ハイキャーセールのランクが上がったと聞いて今日は参りました。売り上げが一定を超えると我が協会がランクアップを認定するシステムになっております。今後もランクを上げてランクの最上位を目指してみてくださいね。あと、こちらささやかな副賞を差し上げます。活用ください。5万円もらった、助かる。3ポイント七福もじゃろう。ごめんください、突然ですが会社評価にご興味ありませんか。会社評価にご興味はないな。実績に応じてささやかな贈り物を贈る素敵な制度なのですが、なくてもぜひ声かけてください。損はさせませんよ。自分の会社を自分の好きなようにやってるのに他の人に評価されていい悪い言われるって、俺ちょっとすごい意味が分かんないシステムなんだよな。会社評価のご紹介します。ぜひお声がください。なんか勝手に、まあ、売り上げによって表彰されたりとかもあるじゃん。俺ああいうのもあんま好きじゃないんだよな。新商品開発について報告があるようです。飲料水の開発に成功しました。やっぴーって言ってる。あ、え、こんなに増えたの。そう、俺ん？主婦が初来店。料理の腕はシェフ並み。すごいじゃん。あ、全然ないわうち。まあ名付けようか、主婦ね。はい、決めました。これあの、ちなみに言うけど別にその主婦に対して俺は何か言ってるとかじゃなくて、完全に俺の独断と偏見の名前付けだから気にしないでね。ということで主婦、家の王様ですねもう家では最強説よ、主婦なんていうものは。もう一回言うけど俺の独断と偏見だからね。休憩、ちょ、お前ら順番に休憩してくれないかな。新商品開発について報告があるです。ガンガン増えたね。いいよいいよ、大成功。あ、めっちゃ増えたじゃん。ちょ待って、ちょ待って、このこれレジ改装、これどうやって増やすんだ。経営情報、今置いてるもんに変更したいんだけど、ちょっと待って、メニューどうやってやるんだろう。追加したいみたいな、いや棚じゃなくて、あー、できたできた。冷蔵庫、これ飲み物コーナーだから飲み物置きたい。はい、コーラここに、はい、コーヒー、こんなもんかな、飲み物は。オッケー。でこっちは弁当とか置いてる。プリンとかも置いてる。あー、サラダか。
あ、いや弁当縛りに、いやおにぎりとかも置きたい。おにぎり上の方にあるイメージあるけどな。ここにじゃあ、いや弁、いや冷蔵多いな。弁当置くか、のり弁。はい完成。いいよ、どうみんな、さらに満足してくれん。こんにちは、出たパンプキン紹介。人気沸騰中のお店があると聞いて駆けつけました。ご入り用でしたら出店しようかと検討中です。よろしければお声掛けください。メダルの買い取りとレベルアップのアイテムの販売しています。さあ新商品大成功、声あー3個か。日用品、のり箱、ティッシュ。こんにちは、棚に商品をぎっちり詰めていただいたのでボーナスチャレンジ券を渡しますね。なんだそれ。棚の上のマークを選択してチャレンジしてください。これ何もらえるの。1個だけ。俺が悪かった。こっちの棚は、こっちの棚、あーもうパンパンか。棚じゃあちょっと増やしてっか。常温棚、常温棚ここら辺の裏表、コンビニのシステムみたいなさ感じにしてっか。ノート、これ何、ノリ、文房関係か。はい日用品、あ傘ダメなんだね。はあ焼きそば、じゃあはい。オーナー、お金がほとんどなくなり、これ以上廃棄はセールの経営が続けられません。ビニーちゃん頼む、お願いします。すいません、残念ですがここまでとなりそうです。お世話になりました。あびっくりした、本当に終わるのかと思った。そういえば先ほどレジの裏にお金が挟まっていたのを見つけたのでした。20万、よし、危ないところでしたね。まだまだ経営は続きます。お金扱ってこと成長につながるのでどんどん使っていきましょう。びっくりした、なくなるのかと思った。ちょっと待って、これ階層で配置ができるね。これをこう向かい合わせに置く、うん、でさらに冷蔵棚も置こうかな。はい、でここにサラダ、サラダ下に弁当、あ他の棚置いてたらダメなんだ。ちょっと待って待って、いやちょっと弁当コーナーでいくか。ちょっと待って、弁当外して、これ外す、はい、あ個数あるんだ。いやだけど外して、これ弁当は弁当でまとめるから。セールの評判も少しずつ上がってきました。さらに評判高めるのでこちらも設置してみて。観葉植物いらねえよ、お店の外にも設置、あお店の外に置けるんだったらいいけどね。ちょっと待って、まだ、はい、でここに弁当を、あやべ弁当、いや3つ置けるね、弁当だな。いいよいいよ、これ全部置いてる、うん置いてるね、 OK。 じゃあ今の花を置いてみる、外に置けるんでしょ、天蓋、上り置いてみるか。あこれ天蓋なの、上り、はい、お店の前に設置しましょう。じゃあ観葉植物も、はい、シェフ高野、こんにちは、突然ですが定型のご相談です。実はパンを焼くのが趣味でして、置いてもらえる店を探しています。あこれはコスプレですよ大丈夫、なんか体に変なも入ってない、パンを取り扱っております。新しい商品を求めの場合はぜひ、その一般の人が急に持ってきましたっつって、うち置けないよ、レジめっちゃ並んでる、ちょっとレジ増やせないか。評判が高まり町に新しい住民が出現、ちょっとレジ増やした方がいいんじゃないかこれ。大丈夫、あ待って、なんか出てきた、天然水の試供品を獲得、お客さんに提供、
搬入業者、いつも商品販売ありがとうございます。搬入業者がそれを言うの？仕入れ業者じゃなくて販売室に応じて試供品を配りしてます。お納めくださいませ。ありがたいですね。お客さんにお渡しすることで効果がありそうです。早速お勧めしましょう。ん？お客さんに渡すんでしょ？いやもうそこはもう家の王様、コンビニの王様でもあるから。ん？ちょっと待って、あ、水欲しがってる人に渡すってこと？あ、何？設定可能？ついで買い、はい、飲み会残業ですか？が商品を取るときに個数が増えそうだ。ちょっと難しいな、よくわからん。セールが、ハイキャーセールがランクにどんどん上がるぞ。何本までなんだ、10かな。オーナーランクアップおめでとうございます。急成長に驚きです。ささやかですがお祝いの品をどうぞ。気合い入れて頑張りましょう。3ポイント、ごめんください。搬入業者また来た。お店の設備についてご提案があってきました。アイスとか置きたくないですか？もしかしたら冷凍庫を紹介できるかもしれません。冷凍庫ね。セールス鈴木、こんにちは。付近の住民にお店を知ってもらう新しいプランをご用意しました。ご連絡お持ちしてます。住民さんがお店に興味を示しております。ターゲットに広告打ちませんか？リターゲ広告みたいなやつ。お、女子大生、座右の銘はネイル超可愛いです。女子大生ね。女子大生、はい、できました。女子大生、お酒はカクテルですね。お酒はカクテル飲みますよ、女子大生は。バーテンダー、お酒の話したらバーテンダー来た。座右の銘はガッテンダーです。な、え、な、ここ何？こう、なんかめっちゃ白くなってる。何これ、バグった？何これ、名付けよう。はい、できました。バーテンダーなんでね、ジントニックですね。俺ジントニックとかあんま飲まないけど、ジントニックメインのバーテンダーやってます。あ、ハイキャーセールには気になっていた炭酸ジュースが並んでますね。しばらくの間注目度が高まり来客が期待できそう。ちょっと何、ちょっと待って、何、え、これどういうこと？え、画面バグってる。おや、ハイキャーセールには買い物感がありますね。なんだか嬉しくなったのでこちらを差し上げます。40個ポイント、いや、あー戻った、びっくりした。めっちゃ来るな。アパレル店員、いつもお腹が空いている。いや、す、まんじゅうすごいじゃん。おしゃれにパスタが食べたい。小さい皿であるよ。アパレル店員ね。はい、来ました。アパレル店員なんだけど自分の店の服は着ませんっていうスタイルね。これね、困ると思うよ、経営者の方は。まあ好きな服で着てとは言ったけど、お店の服が制服みたいなとこあるじゃん。でもそれ買えっていうことにはちょっとどうなのみたいな、言いづらいよねみたいな。お金使わせることになるし、働きに来てお金使えっていうのもおかしな話だから困るよねみたいな。だからもう仕事として来ちゃってるね、アパレル店員さんは。お金を稼ぎに来ちゃってるから、服を欲しくて来てるわけじゃないから、そういう店員さんですね。待ってます、実際そういう込み、そ、あ、なんかあるぞ。塩結びの試供品を獲得。塩結び、誰、誰が欲しいの？男より仕事に夢がある。塩結びどう？はい、よく分からんけどな、これ。このシステムよく分からんけど、まあいいでしょう。コンビニの前で立ち止まってどうしようかなっつって、これ、こういう、これ入らないやつとかいるんだけど、ほらそんな、まあ確かにな、この品揃え見せられたらちょっと、うわ、パパゾンカードめっちゃ単価いいじゃん。年間目標、え、もう8万上がるの？1年、え、1ヶ月で8万取ったらもう、待て待て待て、何これ、全国コンビニ格付け、1日の販売、全販売数ランキング100位だ今のところ。まあ、100店舗しかないのかな。 PMM とかある、ハイテンソン、ちなみに1位、何でどんぐらい？15,000点、カロイコンビニ。なるほどね。なんと販売数ランキングで、なんとなんとランクインしました。ランクインしないパターンもあるのかな。トップを目指してどんどん商品を売っていきましょう。店員が経験値を獲得。夏の給与支払い、
店員のレベルが上がりましたね。体力や接客を伸ばしてさらにお店の発展に貢献してもらいましょう。頑張ってもらおう。ちょ、こいつらマジさ、今レジ打てって。こんばんは、商品を受注しに来ました搬入業者、今後も深夜0時に伺いますのでよろしくお願いします。あら、オーナー、業者の方が在庫を補充しに来てくれましたね。メニューに仕入れ設定を追加しておきました。在庫が足りなくなってきたら入荷数を多めに発注しておきましょう。お茶の試供品、お茶、まあ駄菓子屋さんにちょっとやっぱお茶あげようか。はい。で、ん？海藻？待って、商品補充どれ？仕入れ設定、お任せ。当日販売数のプラス20個。まあいっか。で、商品開発するか？ポイントあるし、まあまだ、でも待てよ、金も16万しかないのか。すっごい増えてきた。あ、地域限定とかもあるんだ。事務員増やすか。冷凍庫、会社評価、アイテムショップ、まず客増やそう。事務員さんがお店に興味を示します。ターゲットに広告しません。 84% いけるでしょう。いけるいける。あ、もう 96% いってるもん。あー、いったいった、 100% 確実ね。ありがとうございます。住民さん、うまくお店に興味を示してくれたようです。評判が高まり、町に新しい住民が出現。交渉の際に 100% 達成したことがこちらになってきました。あ、 99% だったらもらえないんだな。電球が少し増えてきましたね。商品の開発や設備の設置で使う重要なポイントです。使う場面で悩むこともありますが、どんどん使って売上アップを目指しましょう。じゃあ商品開発してっか。まあ飲料水、まあ食品増やすか。じゃあ日用品も少ないな。いや、飲み物行こう。やっぱ飲み物、飲み物俺は増やしたい。いや、レジが本当に、ああ、この時間でも一人なのか。景気はいわゆる普通のようです。張り切って営業していきましょう。もう景気が普通とかそういう地域じゃないけどな。そうそう、誰もいないときに休憩して、そう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 。これ何？ 1 ポイントゲット。あ、何、掃除したら1ポイントもらえるんだ。本日は晴れのようです。お客さんの入りに期待が持てそうですね。いや、俺ちょっとやっぱうまいかもな、もうカエラソースさんやり込んでて。どんどんランク、ちょっと待って、ランクってどこかで見れる？情報、会社情報、星2。なるほど。待って待って待って、赤字なんですけど、利益赤字なんですけど。入荷したから赤字からスタートするのかな。こっからどん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 売り上げが伸びていくってことなのかな。年末賞グランプリとかあるんだ。へえ。そう考えたら評価とか好きじゃないけど、評価してもらおうか。会社評価、評価させてあげるわ。別にそれによってどうこう動くつもりはないけど。いや、100いかなそう。失敗見たら、失敗見たら、失敗見たら、はい、目押しできるな。バッチグーですね。すぐ導入しましょう。会社評価を達成していけば良いお店になること間違いなしです。それではたくさんトロフィーを獲得してね。じゃあお前が店やったらいいんじゃないのかいっていう話だからな。あ、そういうのくれるのね。あれ、ちょっと待って、一括で受け取りボタンなくなっちゃったんだけど、下見たら1ポイント、はい。あ、塩結びをたくさんとかあるんだ。へえ、なるほどね。年間売上100万なんて、俺は50万目指してるんだけどね。会社経営評価を達成し、トロフィーいただきました。全ての条件を達成できるには進めていきましょう。これが最終か、これが最終目的か、俺の中の。
これでも店広げれるってことだよな、多分いつか。よし、じゃあちょっと早めですけど、結構展開悪くないしね、今日のとここれぐらいにしようか。次回はね、このコンビニまあどうなっていくのか全然まだわからないけど、売り上げ目指してさらにやっていきたいなと思います。ということで第1回目こういう感じでやっていこうと思います。また次回よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。